はい、えー、皆さんこんにちは。サンソンチャンネルの山木さんそんです、えー。昨日予告した通りですね、ちょっとか自分で髪の毛を切ってまして、まあ、ちょっとさっぱりしたんですけども、まあ、ヘッドホンつけてる、ね、のちょっと見えないですかね。まあ、ちょっとこの辺切り残しとかあるんですけど、まあ、自分でこう、後ろの方とか見えないですからね。えー、なんであれですね。で、フジテレビ、えーえー、富士メディアホールディングスがですね、あの外国人規制ですね。 放送会社というのは、20%以上、外国人に株を持たれてはいけないということになってるんですけども、一時的に20%を超えてたと、これは前から超えてるんじゃないかといううはあったんですけれども、それが明らかになったということで、東川さんという方がこのように、代表訴訟の提出請求をしたということのようですね、実際にやるのかどうかは分からないですけれども、一応、提出請求はしたと。 といううことのようですあー、まあ、どうなるか、ちょっと、あの、さっきからからないですけどね、いったことということですね。まあ、私、あんまりテレビ見ないんで、あんまりどうでもいいかなっていうところあるんですけどね。まあ、テレビって結局、その、なんていうか、あの、まあ、情報量が、まあ、時間、時間あたりの情報量が少ないですよね。 本当に調べたいんだったら本読んだりとかネット検索したりとかの方が全然早く、まあ、たくさんの情報を得られるじゃないですか。まあ、なんで、まあ、ちょっと時間の無駄かなっていう気がしてて、まあ、基本的に私はテレビは見ない人なんですね。なんで、正直あんまり興味ないんですけども。<laughs> ただ、ああ意見としてはやっぱりそうですよね。あの無償に近い値段でその電波を扱わせていると、まあ、いうのはどうなのかなと、まあ、ちゃんとです、ね、オークションとかをやるべきなんじゃないかなというふうには思っております。 で今日はですねあの、西村博之さんがです、ね、あの訴訟で負けたと、えー、これそあの、名誉毀損の裁判で,です、ね、負けたという話をしていきたいと思います。で、これ、令和元年和の26484という事件なんですけれどもあの、深見一郎さんという方は、ね、ですね、これ、まぐまぐさかなんかを作った人なのかな。まあ、この方がです、ね、西村博之さんを訴えて、結局、判決ですね、54万円を払えという判決を受けたというわけです。 で名誉毀損何をしたかと言いますとあの、平成31年4月27日、28日のニコニコ町会議ですね、まあ、ここで、えー、横山みどりさんというです、ね、立川市議の方から、な、え、ん、ー、でガジェット通信の深見さんってクビになったんですかって聞かれて、役人になったんじゃなくて辞めたんです。でどうして辞めたんですかって,って会社の資産を横流しするというのをやってましてと、まあ、いうふうに、えー、回答したというわけですね。でこれ、資産の横流しと言ってるわけですから、これも横領ですよね。 まあなんでこれはですね当然、社会的評価を低下させるだろうと、まあ、いうことで、まあ、訴えたわけですね。で西村博之さんですねえ、未来検索ブラジルの著作物である写真を他の役員や株主に無難で、アイドルビリッジという雑誌に提供するなどして当該雑誌の売り上げを横領し,たしていたんだと、まあ、そういうようなことを西村さん主張したわけです。ただ、西村さんはこれフランスに住んでるんですよね。で、まあ、2チャンネル時代にまあ裁判いっぱい負けてです、ね、全部踏み倒したわけじゃないですか。 なんでまあ多分今回もです、ねまあ、どうせフランスなんで執行されないだろうということで,です、ねまあ、あまり歩きなくてです、ね、なんか答弁証も2、3枚しか出してなくて、2、3ページです、ね、しか出してなくて、で証拠もまあちょっとしか出してないんですよね。なんでまあ真面目に立証してないという感じは受けましたね。で裁判所のほもほとんどあの検討にせずです、ね、被告の主張は認めに足りないと。 まあ、ロックに証拠とかも出してないし、まあ、あまりやるあの真剣にこう立証してるって感じではなかったんでね、まあ、裁判官の王もおとるに足らないっていう感じで、まあ、っさりと真実性がないと、まあ、いうことで、54万円の損害賠償を認めたと、まあ、請求は220万だったんですけどね、まあ、あの54万だけ認めたとこういうことのようですね。 まあただフランスなんでね、これ、払うのかと、執行できるのかということなんですけれども、原告にしてみると、そういった俺は横領とかしてないとまあいうことを、世間に知らしめるということだけで、訴えた価値はあったのかなとまあいうところではありますかね。まあ、誉毀損系のサバ培なんで、まあ面白そうなんで、ちょっと見てきたというところですね。まあ、実を言うと結構ね、このつら訴訟記録の閲覧、最近ちょっと苦戦が続いてまして。あの 例えば、春風ちゃんがですね、KDDI 訴えた事件とかあってですね、これ面白そうだなと思ってあの閲覧しに行ったらですね、これなんか閲覧制限かかってて、一切閲覧できないと言うんですよね。なんで一切閲覧できないかよくわかんないんですけども、閲覧できないと、まあ、いうことのようですね。あとね、雪国前だけ訴えた事件もあったんですけど、これはどうしようかなって感じですね。なんかちょっと、うーん、なんかあんまり面白そうじゃないんでね。 えどうしようかなっていうところですね。なんか一回判決があって、それの中か蒸し返しみたいなところがあってですね。えー、どうなのかなっていうところでございます。はい。まあそんなわけでですね、えー、西村博之は負けたという事件ですけど、ガジェット通信でのですね、えー、発言が元でまで負けたということでございました。よかったらチャンネル登録と高評価ですね、各コメントと投げ銭をよろしくお願いします。どうもお疲れ様でした。おやすみなさい。